中国共産党メディアによって慈善家と称えられている陳光標氏がニューヨークタイムズ買収に失敗したと伝えられています。陳氏の成り立ちや慈善活動の動機、会社の帳簿などは謎に包まれており、中国国内のメディアからも陳氏のいわゆる慈善活動は派手なパフォーマンスに過ぎないと批判されています。陳光標氏は2011年1月、総額 3.3 億元の慈善活動の明細書を公表しました。しかし中国慈善ランキングを手掛ける公益時報の職員の調査によると、ほとんどのいわゆる寄付は確認できなかったそうです。その後、南方都市報、南方人物週刊などのメディアも相次ぎ調査を行い、陳氏の多くの寄付とチャリティー活動はでっち上げであると報じました。さらに慈善家であるはずの陳氏は、自分に不利な記事を書いたメディアの記者を脅迫したり、人を雇ってメディアを公に罵ったりもしたそうです。今回、ニューヨークでの記者会見も派手に行われました。アメリカに向かう前、今回のニューヨーク訪問には3つの目的があり、ニューヨークタイムズ買収よりも他の2つの方がもっと重要であると公言しました。案の定、7日の記者会見において陳氏は、13年前に中国当局が自作自演した天安門焼身自殺事件を再度持ち出しました。对江泽民来说的话呢，他可能唯一的一个办法能够维持迫害的就是绑架现在的当权者。所以就是他在纽约或者是在什么地方大张旗鼓的，就是来宣传，实际上是希望这个让习近平来继续背这个黑锅，然后呢，让这个海外产生一个误解，这个事情是习近平做的，而且习近平想把这个事情继续做下去。但是我想这种做法只能够让习近平更加反感。新唐人テレビがお伝えしました。有人说他是专制政治的，政府与危险的，这是当年大冤家嘛。